だ例えば、うん。車が好きだよね、俺。車が好き。趣味だよね。うん。で、結婚したら、うん。俺今、車4台か。うん。4台、4台あんの ?4 台もあんのかよ。何ですか引くな、それ。引く、引く、いや、それは買わねえよ、もう。そんなの。そんなもんたくさん買ってんならもう。じゃだから、うん。 絶対にそれの人の人結婚できないじゃん。あ、したら嫌じゃんって言いそうでしょなんだけど、そんな人は車好きなんだから。うん。だけど、もう超独身貴族だよね。うん。独身だからできんだから。うん、なんだけど、じゃあ奥さんが、無駄無駄と。うん。うん。一台いいのうん。あのー、って言われたら、いいよ別に。一台でうん。まあ、まあじゃあいいんじゃないの <laughs> できちゃうんだったら。<laughs> うん、だってそんなんもうそれだから20代だったら今からまさに買いたい時だから我慢できないよできないねじゃあもうさ、うん、そんなになくなってくるだろった40人ででも乗りたい車ってあるでしょう乗り換えとかもそう簡単にさせてくんないんだよもううん 2>, ?2 年3年乗って乗り換えももうちょっと乗んなよとか言われてさ、うん、5年とかうん、うん 次の車検まで乗りなみたいになった時も、うん、でも自分は欲しい車があったりとかしてもさ、うん、そこを説得するのとかもすごいなんか憂鬱だしさすごい嫌なんだ<う>あの切り出すタイミングとかこの歳になってもそういや,ういや気持ちわかんないそ,その人のいっぱい意見を聞くから、うん、もうしこういうこの先のねずみ後輩みたいなね気持ちわかるよ、うん、だって嫌だよいちいちそんなもうこんなん勝手に返してくれよと思うんだけど、うん でもさある程度年寄ってきたらそういうの大丈夫なんじゃないのいやー欲しいものいもあるよ欲しいものは俺がそんな経験してないから、うん、一言だからそんなん別に大丈夫だろう,と思う結構大変なもんですよホ<当>でもうんへえパソコンとかも買っちゃいけないな買えないパソコンなんて高すぎるよデジカメも絶対ダメだよ一番ダメデジカメなんてあんなもんあんあデジカメああああ あそう一体一個あるでしょうデジカメなんて絶対にまあそういうことかじゃあやろうやかうん